なって思います。画角はすごい好きで。だしこれさ、こっち映るんでしょ、正面。ここ長押ししたら、ここ映る。めっちゃいいじゃん、これ。これ、僕、食事の動画、大体これで撮ってて。おぉロボマスター。DJI では DJI 使います。すごいな、実物すごいっすね。っていうかちゃんとここでやっぱりさ並んでるのがすごいね。すごい、ロニン2これいいな。よし、欲しいですね。いいね、いいね。台湾の Vlog 業界も熱いです、DJI も。あと CAD も結構最近やっぱり賑わってて、G7X Mark3 結構買ってる人みたいで。2万元、1万元。これの1個前の方使ってたから、今も使ってるけど、はい、めっちゃ便利だよね。このサイズでしかも質感が良くなってて、F1.8 までいくのこれ。いきます。今のRX が 2.8 なのでこっちの方が明るくは撮れて、ただ AF はソニーの RX の方がやっぱり速いっていうので、これは一回止まってピシッと撮らないと、歩きながらずっとだとコンティニュアスだとちょっと弱いっていうので、まあ RX 100と比べて、ただもうこの質感と、いやこれかっこいいね、メイドインジャパンなのに台湾で買うと安い。ふざけんな。いやでもまあね、いいっすよ。気にするべきだよな。ある程度できてる。多分2万5000円。2万5000円とかでしょ。いけると思うけどね。普通にこれ欲しい。軽っ。GH4 でこれぐらいだと、4K 機だといけるけど。コンデジかな、これは。RX100 シリーズ。いやね、これでキャッシング、そうですね、日本のクレジットカードも裏にプラスって書いてあれば対応していると思うので、あと20分。いや待って、これもう買う流れになってない？でも G マスターですよ、ソニー使ってる人の、もうみんながお前まだ G マスター 24mmF1.4 買わないのかって言ってますよ。7万人記念に。7万いってないけど、もうちょっと。うわうわ、めちゃくちゃ撮影しやすい。いくらいくらいくら現金で。4万元あればいいんですね。4万元はい。ファミリーマートの音楽は日本と一緒です。4万元はい。これ奥さんに絶対怒られるぞこれ。いやでも綺麗に、やっぱりこの前のハワイ動画もやっぱすごかったんで、今後の、まあ、奥さん綺麗に映ってるし、はい、あ、すいません、ここはちょっとあれです、お尻のコーラを取っときます。もうちょっと分かんない、セービングでいいのかな。セービング貯金口座ですね。で、ここで4万、4万元ですね。それから2万元を2回しないといけないかもしれないんですけど、とりあえず読んでいって1回でいけたら。いけないよ。おいけない、あ、2万元までですね。じゃあ1回2万元、ボタン押してもらって、ああ、番号6600、めっちゃ持ちやすいですね。でしょ。これで、あと誰かが買っちゃうかもしれないんで、あ、そう、その可能性がある。2万元を一回押しまって、お、え、下ろせんの、なんかいけそうです。あ、いい音してんじゃん。いい音しましたね。あと1回です。
これあのいけちゃいましたね。いけちゃいましたね。いい音しましたよ今。ちょっと瞳オートフォーカス合ってます。合ってますか。さすがです、ソニーさん。ここ行ってもらっていいですか。うわあ、お金持ちだな、やっぱりすごいな。演者さん行くか。行きましょう。ちょっともう走っていきましょう。はい、行きましょう。シェシェ。いやー、さすがです。男ですね。やべ、ちょっと急ごう。急ぎましょう。確かに営業ギリギリまでやってるとは限らないんで。やばいっすよ、もう。何やらしてんだよ。いや、行きましょう行きましょう。レッツゴーレッツゴー。ジーマスターレンズを買いに行く。いやいや、台北の夜走ってるのやばいですから。どこどこどこ。あっちあっちあっちです、あっちですあっちです。急ごう急ごう。いやーいやー、やりましたね。まだまだ買ってないですけど。何やらしてんだよ中山。おい。何やらしてんだよおい。普通に下ろしちゃったんじゃねえかよ。いやー、いいですね。気持ちがいいですね。あ、そうそうそう。あれ、電気消えてない？ちょっと電話します、電話します、電話します。しまった。え、嘘。明日の11時、いますか？明日けど。冷静になっちゃダメだ。冷静になっちゃダメだ。俺、この現金どうしようもない。ちょっと待ってください。ファーウェイストアがある。ファーウェイストアではなく、僕らが行くのはソニーストアです。台湾のソニーストアです。さっきも言った。あれ、戻ってきましたね。しかも戻ってきましたね。俺おかしいな。ここでちょっとどうして。あ、さっきのお店がギリギリ閉まってて。そうなんだよ。ほんと10分のタッチで。俺現金だけ持ってるよな。しかも2人で台北の夜走って。そう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 、すごい走ったのに今戻ってきて。でも、もう冷静になる前に行こうっていうことで。まあそうですね。いやー、3階です。ここの3階にソニーストアあります。いや、これで在庫ありって言われたらもう。ちょっと値段ちょっと頼むよ。はい、値段ちゃんと見て。まあそれダメだったらヨドバシカメラ、ロニン買いましょう。ロニンのあのでっかいやつ買いましょう。なんでロニンの大きいやつがあるんで。俺いつ使うわ。あれ空港に行くときとか行こう。いやでもソニーストアに行ってなかったらもう諦めましょう今日。そうっすね。そしたらもうおとなしく DJI ストアとか他のストアに行ってちょっとカバンでも買って、はい、ペリカンケースとか売ってますし。あれなんだっけ、あれあるよ。マンフロット、ああじゃなくて、ピークデザインのあります。先さに行っちゃう。そうっす。まあまず優先順位、あそこにピークデザインあります。はい、戻ってきた。サーシャンやお前人と。なほうで、アスースーだ。おいおはお感じだ。おはお。アスースー一点数。24.1.4。T4 1.4。 あ、違う、今レンズがあるかを確認してもらってます。 あ、ありそうですね。閉めてるね。よっ、いく。最後の1個です。ウェンティスどうしたおちゃん。日本よりちょっと安いよと。因为他是真的有名的 YouTuber。お、15万9000。4…5000。 俺今4万元持ってて。どうよ、それで。新品はやっぱいい匂いがしますね。新品のこの香りやっぱ僕オズモアクション買った時の匂いよりいい匂いがします。2万9000。どうしよう。2万9000。あ、足ります足ります。足りますか。4万5000元なんて。開けて検査しますか、それともそのまま持って帰りますか。あー、あとで検査。通じ、ターシャン通じ買い。あ、よいしょ。なんか隠れます。あ、中身入ってる。そうですね、中身入ってる。あー、大丈夫です。谢谢。他拿回去自己拍吧。嗯，好。
那这个我帮你盖个印吧，等我一下。三，すごいな。新品で買っちゃったじゃん。まあでも免税対象にもなるしっていうのもすごいですね。すごいですね。退税的话几パーセント？5%。5%引きです。ああ、それはありがたい。那我们前面帮你结账。なんか雪地を持つ感覚よりはなんかちょっと青だしなんかポップな感じがする。ちょっとお金払ってもそんなに払った感がないっていう。大丈夫かな。いつか買う、いつか買う運命だったっていう。ありがとうございます。